こんにちは。私たちは今、無謀なチャレンジに挑戦しようと思っています。登山口ってなってますね。登山を猫としようというわけです。さあ行くぞ、おはぎ。さあ登山だ。どんな山に登ることになるかな。ふぅ。よし。はい、行くよ、おはぎ。はい。はいはいはい、よいしょよいしょ。ここはですね、宮城県仙台市ですね、多分ここねにある、日和山というコロッとする、まあ、ここならいくらでもやってくれていいや、そんな汚れないだろうし。日和山というね、仙台市にある日和山という山に僕たちは今登山しに来たんです。ちょっと歩いて、おはぎさん。おはぎさん、ちょっと行くよ。やってきました、登山口、日和山登山口にやってまいりました。さあ山頂はもうすぐそこだ、実は。はい、ということで、おはぎさん登るぞ。登ってくれ、おはぎ。そっちじゃない、こっちじゃないよ、こっちだよ。もうすぐ山頂なんだから、おはぎさん、おはぎさん、山頂行こう。山頂、草じゃなくて、草食べるんじゃなくて山頂行こうよ。草食べたい人、行くよ。はいはい、登って登って、登るんだよ、おはぎ。はいはい、よいしょよいしょ。はい、あー、来た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 。はい、登山登頂成功。おはぎさん山頂に来ました。日和山は山頂3メートルの山でした。詐欺動画。いやー、登ってしまったぜ、おはぎさん。山頂に到達、おはぎ、イエーイ。はーい、3メートル山頂、日和山。よし、計算するか。三角点あんのかな？三角点はちょっと見当たらないな。こっち、下山口だそうです。下山しまーす。日本一、元気の出る登山。また来てね。はーい、ありがとう。なぜ山に登るか、日和山が、あるから。滑落危険とかね、落石注意、遭難注意、いろいろ書いてますが、こんだけの山でした。で、あ、日和山もね、クマ出るそうですよ。クマが出たら慌てず餌をあげてください。だって、どこに出るんだろうね。日本一低い山、日和山。震災の津波で 6.05 メートルの日和山が3メートルに小さくなってしまった。半分になっちゃったんですね。踏ん張って残りました。だからこそ日本一の称号を再び手にすることができたんです。頑張ろう東北、頑張った日和山です、とのことです。かつてはこういう山だったみたい。これが6メートルだった時代、がこうなったわけだ。登頂の証明書っていうものももらえるみたいですね。以上、日和山登山でした、おはぎー。